大森、金城学院前駅は、愛知県名古屋市森山区大森三丁目にある、名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は、ST12。名古屋鉄道で一番長い駅名を持つ。1992年当時、当駅の利用客の半分近くが、金城学院大学への通学生だったため、駅名を変更した。相対式2面2000ホームの地上駅。 北改札口設置までは夜間など一部時間帯は無人駅だったが現在は終日有人駅になっている。駅舎の2階3階はグリーンシティケーブルテレビの旧車屋となっていた。地下は自転車置き場となっている。なお、きついカーブ上に駅のホームがあるため通常より電車とホームの隙間が大きい。そのためセンサー式の転落検知装置が いち早く導入されている。北改札口境町方面ホーム側に南改札口、尾張瀬戸方面ホーム側に北改札口があり、古戦郷でつながっている。なお、尾張瀬戸方面ホームの西側に、かつて臨時改札口があった。近所学院大学の学生の通学が集中する時間帯にのみ開放していた。 また車椅子を利用している人など、バリアフリーのための改札としても利用されていたが、北改札口設置に伴い閉鎖された。2016年6月現在でも、北側の手すりが残っている。この駅の周辺は、主に住宅地である。最寄りのバス停は、大森である。瀬戸線の駅では、栄町駅、大曽根駅、小畑駅に次いで、四番亀に利用客が多い。 ABCD 大森駅を解消名鉄交通新聞 P2 松井隆史57から3名鉄ダイヤ改正鉄道ファン第254巻公有者1982年6月117ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年1050ページ名古屋鉄道広報宣伝部 名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、582ページ。AB、大森、近城学院前路線一覧。名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図。 令和2年度移動等円滑化取組報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編参委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ大森駅に関するカテゴリーありがとうございます。